ご苦労様でしたって言ってる就活生、不採用確定です。というのはちょっと言い過ぎましたが、かなり危ないので注意してください。面接の後であれば、ありがとうございましたで十分でしょう。他にも面接官が聞くと泣いてしまうような、実は間違っている就活生の言葉遣いがたくさんありますので、今回は厳選して5つお伝えします。面接官をがっかりさせないためにも、保存していつでも見返せるようにしておきましょう。第5位、了解です。第4位、すいません。第3位、なるほど。第2位、わかりました。第1位、なるはや。